ちょっと入ってないな。俺は今日現金2万5000円しか持ってきてないから。なんか変な感じです。はい、なんか変な感じで。ついてきちゃいました。はい。はい、なんかやったら人数多いなと思った。なんか今日ダバードが北海道で、はいはい、コンペで行ってるみたいな。あ、エゾゴルフさん。エゾさんね。あで、まあそのうちやってる間に、俺らで遊ぼうって。そうですね。はいはい。あと、兄さんがシダするって。勝手に俺らからついてきちゃった。あ、なんか、はいはい、シダ童貞の僕らが。なんかお店行ったことないって言ってたんで。そうなんです。今日は、いいロストボールがいっぱいある。店じゃないじゃん。え、なになに前の目でもうどんどん行きたいな。どんどん行きたいな。で、ちょっと話題の、はい、これですね、T2、T3。これが TES2 か。あ、TES2、TES3 か。これとこれを、まあ、シダすると。はい。という感じで、TES2 は、ヘビースタンの方で。はい。で、TES3 がガリードでアップするんで、これ両方見てもらえるかな。まあ、うざうざ言ってもしょうがないんで、行きますか。行きましょう。よし。黒影の場合はこれタイトル差が多めなので、はい、一応中調子で、はい、トルクも他のさっきリーダー振ってたやつよりも、はい、さっきのは3点台、こっち5点台で結構ねじれる、まあ、優しいシャフト、なるほど、はい、トルクとは、トルクとは、そうですね、トルクってのは一応ねじれシャフトのトルクって俺も全然わかんないんですけど、シャフトのしなり、こういうしなりじゃなくて、はい、振った時ねじれる、ねじれの方なので、はい、一応なんかゴルフとかで、まあ、表現されるんですけど遊びみたいな、はあ、あの F1 レースレーシングカーとかって、はい、遊びがないんでクッて効くじゃないですか。あ、はいはい、それがトルクが低いで、トルクがあるモデルっていうのはトルクがある、一般の方が乗ってる乗用車みたいな感じでちょっとこうやってもそんなにヘッドが揺れない、はいはいはい、だから引いて打つときに少しブレたところでそのトルクがあることによって、勝手に修正してくれる、ドガゴン安定して入ってくるようになるっていうのが一応トルクっていう。その代わりドスナオではないってことか。あ、ドスナオではない。なのですごい上級者とか自分でヘッドをコントロールできるっていう方だとちょっと気持ち悪い、はいはいはい、遊びがある分ついてこないようなイメージがあって、なんかちょっと気持ち悪さを感じたらちょっと上級者だと思う。そうですね、はい、そういうところで僕はそういうんだよ、友達来たわけから黒影、まあ、使いタイトリストのやつなので、まあ、使いやすい。あ、じゃあ他の、まあ、中調子だけど、はい、他の2つよりは、はい、あのそのトルクが大きい分、大きい分安定して、はい、安定してアマチュアが使いやすくなるほど。TS2 タイトリストのね、でこのシャフトがね、こう黒影ってこう、ね、デクシン黒影そう、なんかね、男がこう真っ黒で全部統一されて、ちょっと早速じゃあ、打ってみて、黒影、うん、いいよ、これはいいよ。あれだからちょっとたまたまもあるじゃないですか、うん、ちょっともう一回行ってみましょう。でもどう、いやすごいいいんじゃない、めっちゃ嬉しいです。いや、弾道もやっぱり横ぶれてないしですよね。めっちゃ嬉しいですね、うん、マジで。え、あ、分かった分かった、もう一発出たからね。そうだよね、分かりました。もう一発出たら僕も男なんで、やっぱりそこはこれ今日大きいのちょっとクレジットかもしれないね、うん、クレジットカード出しますもう最初しちゃってる。あー、さっきのは何だったんだろうなさあ、皆さんお待ちかねですよ。イエローの、そう、イエローのイエローの退屈コーナーはもう終わりましたから。いや、面白かった、面白かったそれで俺222だっけ、飛ばなかったらすごいよね。お買い上げで、金を超えるやつ、お買い上げ。逆に金飛ばないの。おー、いや、これはいったっしょ。
おー、俺は今飛んでない。あ、でもギリギリ危ない。これじゃイエローじゃん。これ買っちゃいますよ。買うことになります。大丈夫ですか。これ下がってイエロー枠になります。店長の満面の笑みが見える。軽くいきます。はい、いやいや、でもノローでいいです。うわー、237。あ、でもこれがあれですか、トルクのあれですかね。そうですね、その辺もシャフトが修正してくれて、ちょっとこう切り返しでタイミング悪いなっていうところもシャフトが修正してくれる。なるほど。これ変えてみてもいいですか、シャフト。あ、もちろん。行きましょう、スピーダーで。いやー、やっぱ違うの。あ、でもなんかその打感というかね、音的にはなんか結構なんかバチッと納得いかない感じでもこういう数字になるんだよな。なんかいい音だってさ。ナイスー。あー、今のだ。いや、でもね、やっぱね、全然スピードの捕まりがいい。あ、ほら、うん、ほらやっぱり、いやもう全然こっちだわ。シャフトがこれだったらもうヘッドどっちでもいいっすね。どっちでもいけるぐらい。いやでもこれちょっといくらっすか。あれ？あれ店長今プッシュですよ。ここですよ、ここプッシュの時です。全額8万2000円から8万2000円。黒影の方が重いです。あ、重さは変わらない。ちょっと硬め。もうない。はい、ナイスショット。スライスしてるよ。まあでもそのこの黒影で振った後のこのスピーダー、ね、スピーダーはね、いかほどかみたいな。いや、今のはいいんじゃない？今のはいいんじゃない？いや、全然違う。すごい違う。お買い上げまであと8ヤード。うん。ありますよ。店長、ありますよ、これ。ありますよ。はい、でも、そのシャフトなんか引っ掛けが出なそうな感じっすね。そうね。ちょっとスライスが出ちゃう感じが。うん、やっぱスライスしちゃいますか。ちょっとそうなのか。硬くてしならないですよね、僕の感覚する。イメージそうだね。硬め、硬め、四角のこの色とか硬めとかになる、色々感じるみたいな。そうだね。じゃこれツアー AD の方。そうだね。あ、ツアー AD の方だ。だから俺にやった、ね、スピーダーじゃなくて。よいしょ。これはいい。どうだ、どうや。で、あ、ちょっとこの右行っちゃいました。サイドセンター。これ引きだけですか。もちろん、もちろん。ただ、ブルー、一言ないですか。振りやすい、振りやすい。あちこち行ってるな。全然安定して。ヘッドの DS3 の方が良かったのかもしれない、ね。そうですね、ちょっとそう。いや、いいと思うな。どうや。うん、いい感じですね。でも飛んでる飛んでる。もうシャフトは断然これが僕にあった。いいですね。ちょっと常に上から行くな。本当に気まずそうな顔してる。やめろってよ、ほんと。黒影に。黒影から行こう。次、ブルー。僕じゃあ黒影からですね。はい。60? 260。260超えたらお買い上げ。はい。お買い上げ。お願いします。お願いします。ちょっと重いですか。おー、そうですね。出ちゃった。無理やりでも違うこと言え。ちょっと硬い感覚ない。そう、ちょっと硬めですね。あるよね。これブルーが重い。これ何調子？これは。これちょっとな、明らか調子。真ん中調子。でも今いく。今回あのタイプリストさんのパンフレット、明らかかなんかの調子になってます。本当は中に。絶対感覚的にはちょっと先やかなと思った。あ、なるほど、そうどう？ちょっと濃いめだな。濃いめ？
右か。プッシュフェード。しなってる感覚が感じられない。そうですね。ただこれデザインがいいからね。なんかちょっとこれをちょっと使いこなしたくなっちゃう。おしゃれは我慢みたいなとこあるからね。どう？いい感じ。どう？これね。200円。おお。あ！すげえ。飛ぶや。ありがとうございます。行くや。行くや。おしゃれを取ったんだね。やっぱなんかゴルフって硬いじゃないね。俺らの方が硬いもんね。今同じ感じだね。いやあれ262も更新したね。すげえなあれ2回出たよ。2回出た。2回じゃあそのさっきの合ってると言われてた何だったっけ。ツアー ID。 ツアー ID の、うん、もしかしたらこの黒影が合ってる。黒影が合ってるんだね。当たった。今当たった。なんかソンジっぽくない。おお、安定してんだ。すごい。俺また出たよ。ヘッドレース違うじゃん。でどっちかというとヘッドはまずこっちが合ってるね。うん。あれ買うな。買えるの。あるな。ヘッドがこっちの方が何でしょう。優しい優しい。ヘッドだけ買ってけば。ヘッドだけ大事に持ってればいいじゃん。ヘッドだけ大事に持ってればいいんだよ。うん。だってさ260ヤードで飛ぶヘッドだけ持ってるんだよ。もう面白いじゃん。もうそれだけでやばいじゃん。シャフトはどこ行ったのっつって。いやー、いったよこれ。4万2ヤードぐらい飛んだんじゃない。ああまあでも行くんだね。横にぶれないね、そのシャフト。だからほらあれだから、これトルクがいいから。うん、トルクがいいやつだ。トルクがいいやつ。トルクがいい側だから。黒影でしたっけ。黒影だっけ。これはあのちょっとプロ仕様というか、これはまあそうですね、ちょっとクローズ向けの、はい、あ、こっちがそうだっけ。そうこっちがそうなんだ。あ、行っちゃったこれ。もうそのままレジ行っちゃいなよ。おお、これはレジだよ。レジへゴー。レジへゴー。ゴーゴーゴー。ちょっとマンブリしてみてよ。マンブリ、うん、やべえじゃん。ブルーすごいっすよね。飛ばし屋なんですよね、レンジは。うん、飛ばせようとしてんだよこれ。待って、やべえな。真実気持ちよくなっちゃうもんね。ドーンとね、270。おお、どうだよどうだよどうだよ。これはもうもうこれはね、これは欲しくなっちゃうよね。そういうこともあって、これいくらになります。いや、これは気持ちいいだろう。いや、ありがとうございます。よかった。すごい、あの鳥ソースにふさわしい。おー、これはいいわ。欲しかったもん。うんうん、うん。まあでも今回ね、僕らあのその志田童貞だったじゃないですか。でやっぱりそのなんていうんですか、このシャフトの違いっていうんですかね、っていうのもありましたもんね。これはでかいですね。打ってみるには分かんない。分かんない。シャフト打ってみると分かんない。あ、で結構面倒くさい人いると思うんですよ。なんか一時着くなりたいとか、志田さんのほうがいいですよね。食べ貼っちゃったりとか、あとアウトレットで、とりあえず安いからパン買ってやるとか、やっちゃいますからね。で、もうシャフトを絶対試してる。多分それ、ね、本当にシャフトを選ぶの。そうですね。これから買おうと思ってます。家を2歳で200にしてるやつ。そうそう、規制してるから。絶対バカにしてるよな。絶対バカにしてるんだよ。ね、今回ブーさんが、スピーダーがしっくりきた。でリーダーがリーダーブルーが
ツアー AD。これが俺が、そう、ツアー AD と、やっぱこうやってやっぱね、こっちなんじゃないかなって感じ。この各々のスイングでやっぱりね、シャフトが変わると、まあでも、正直これだけじゃないですからね。めちゃめちゃいっぱいあるからね。めちゃめちゃいっぱいあるね。まあでも自分がティーショット打つには少しでも気持ちよく振れるようにって考えると、まあ大事なチョイスと。じゃあこの後はあのブルーのレジ前の動画でレンジャーは締めたいと思います。あるのかないのか緊張しないかね。ありがとうございました。ありがとうございました。